誰も差を入れてないんじゃないか、1なんでやっぱり何で龍の爪全然使ってない養殖一匹と感じ。でもそれ買えないと食べられないから買ってきた。3000円出して。その代わりうまかったよ。いただきます。あっちゃい。白い目印が、ガマカツに白い目印があるから白い目印買ってくれたな。砂が舞ってるぐらいすごい風。こんな岩盤入ってたんだね。こう線状になってる。やべえね、これ竿出せねえやん。これや、こっから吊り下がって、すごい風だな。弱いなこいつ。なんだかんだだ、今季3回目のあいつ。よいしょ。石が全然ない。石ないとこで釣ってたみたい。ちょ、人工1匹と天然1匹で、天然さっき使ったらちょっと弱ってたので回復するまで待って、今人工を使ってます。よし、大丈夫。綺麗な鮎、綺麗な鮎だ。さっきのやっぱり反応だったんだな。これちょっとこんなにゴリがあるから、やっぱりそんなに水深がない浅い明るいところの方がいいんだな。しっかりやっぱり石が入ってるところ。ここ絶対いる、ここ絶対いるんだけどな。ここあそこでいいんだったらここいるはずなんだけど。
今岩盤のとこで。うわ、枯れた。やっぱりあそこいたか。これで今回取られてるかな。あんまり釣れなかったな。トリガー2匹のこれか。竹の5。今日はもう簡単飯だ。パンに綿を塗って海苔玉、パンに海苔玉塗るだけ。釣れるのかなと思って、風吹いてるから全然引っ張り取った感じも何にもなくてさ、勝手に釣れてた。こんなにある？あるよ。適当に何て釣れ？普通な、ちょっと待って1時間ぐらいで。あそこいいわ。じゃあ今12時半から始めたとして、始めて14時にここ集合。もし早く上がれるんだったら相談して。弱いけど頑張ってくれ。こいつはいっぱい使われたやつだな。よし、弱いけど頑張ってくれ。このポイントだけだから。3番目に引っかかるな。弱いけど頑張ってくれ。よし、はい、いることはいるんだな。いることはいるんだけど小さいんだ。違う、あれだ、これは釣れない。ここからだ。いいじゃん、おとり確保できたね。でまぁ、ちょっとでっかめの顎見たら1個しか点がなかった。あとテーランマラが どうなってっかな。まああんまり変わってないだろうけど、きっと。うわ、すんな、ちょっとやめてるけど、そこ。うわ、ちょっと待って、待って、待って。しょうがない、しょうがない。もうせっぽ車売るから。廃車すっから。あのチビなんか急にかかりだしてる。絶対1週間もあるからね、状況は変わるよ。土曜日だから今日の下見が意味あるものになるじゃん。1週間あるから今日下見したことが当てにならないかもしれない。あれ、ここ明るいんじゃん。あ、そうだね。お、あ、本当だ本当だ。いや、なんかこっちの層の方がいいような気がするな、今日は。操作しやすい。やっぱり2本持ってた方がいいのかな。これさ、まっすぐ行って出れたっけ？後ろ行かないといけないんだっけ？出れる？あれ、あのヘッジ残ってるね、少し。お跳ねてるし。
ただちょっと入れるの大変だなこれ。ようやく場所決まった。砂がかなり舞ってるな。反応があったもんな。やった。カヤトラがっつりだな。これなんか続きそうな気するな。ここ今だったら続きそうな感じするな。3匹だから8だ。8です。6だ。6だから本当にね、竿が入ってないんじゃないかなって感じ。誰も竿入れてないんじゃない。本分前1匹目。今追われたな。高まり外れたかな。1匹で終わりか。まだやってるし。